いや、別れたわけではない。留守電話が入ってる。もしもし、ケンジ君、アイコです。話したいことがあるんだけど。やばい、これは。私今3ヶ月なの。できちゃったか、アイコ。新しい彼氏ができた。もう早すぎだろ。お前いただろ、俺に好き好き言う前から。先週の電話前からいたよな、確実に。ふざけんじゃねえこいつ。やっぱり俺のこと好きじゃなかったんだ。甲子園出てるからなんか付き合ってみよう、こういう気持ちだったんだこいつ。新しい彼氏ができたの。てかそろそろケンジ君に飽きて。この野郎、このクソ、まマジで許さねえ。全然構ってくれないし、もうそろそろ終わりかなって、こっちから願い下げだよ。おめえなんか自分のこといい女と勘違いしてんだろ。おめえひょっとして、はっきり言ってお前偏差値42だからな。平均以下だよ、下の宇宙だよお前は。こいつマジで許さねえ。